始まり始まり、今日の焦点北九州、お題は北九州市都市景観賞。綺麗な建物や街並みを見ると街全体がとっても魅力的に見えますよね。北九州市では平成11年に北九州市都市景観賞を創設。3年ごとに魅力ある建物や街並みなどを表彰しています。前回は全部で11の景観が受賞しました。建築デザイン賞の TOTO ミュージアム、滑らかな曲線のフォルムが清潔感を感じさせます。水滴をイメージした建物なんだって。同じく建築デザイン賞の福岡フィナンシャルグループ北九州本社ビル、建物と歩道に一体感があるのも特徴です。銀行らしく品格があるな。デザイン性はもちろん、周囲の環境との調和など様々な観点から魅力ある都市景観を選定して表彰しています。こちらは街並みデザイン賞の八幡駅前通り。駅前に立つ大きなビルと緑のコントラストが綺麗だね。そして屋外広告デザイン奨励賞の暮らしの製作所テッテです。これはどんな点が評価されたんですか？はい、この街のコンセプトが一目で分かり、黒板に手書き風というですね、親しみやすさが評価されました。あ、確かにこの手書きの感じが温かみがありますよね。はい、私も魅力ある都市景観を探しに街歩きに出かけました。意識してみると街の見え方も変わってくるな。北九州市では第9回北九州市都市景観賞の候補を募集しています。詳しくは北九州市のホームページに掲載されています。市民の皆様の都市景観への意識を個性的で魅力ある街づくりのために生かしたいです。ぜひお気に入りの都市景観を推薦してください。今日の焦点、個性的で魅力ある建物や街並みを表彰、北九州市都市景観賞。さあ皆さんもどしどしご応募ください。